電撃遺跡楽天田中雅宏巨人移籍の可能性はゼロじゃない三木谷オーナーが仕掛ける陰謀高知県人からの監督昇格計画レギュラーシーズンが幕を閉じた今楽天は依然として解決の難しい課題を抱えている2年契約で指揮を執っていた今江俊明監督41はわずか1年で退任し代わりに三木め二軍監督 47が5年ぶりにトップチームの監督に復帰した。このオフ、特に注目が集まるのは、球団の功労者である田中正宏投手、35の契約更新交渉だ。プロ18年目、楽天で11年、ヤンキースで7年を迎えた田中は、今季わずか1試合の登板にとどまり、成績は0勝1敗、防御率7.20という結果に終わった。ファンや関係者は、 この交渉の行方に固唾を飲んで見守っている。今季わずか一試合のみの登板。田中は2021年、ヤンキースとの7年間の大型契約。総額1億5500万ドル。当時の為替レートで約161億円が終了後、フルス楽天に復帰した。契約内容は年俸9億円に出来高を加えた2年契約であったが、期待された成績には及ばなかった。 日本球界に戻った初年度は4勝9敗。2年目も9勝12敗と振るわず、22年シーズン終了時には年俸4億7500万円プラス出来高で、大幅減額を受け入れて契約を更新した。さらに昨シーズンも7勝11敗と不調が続き、今季は年俸2億6000万円プラス出来高という再度の大減俸でのスタートとなった。復活を期待されたものの、 昨年10月に受けた3度目の右肘手術の影響もあり、田中の調子は戻らなかった。今季一軍での初登板は、9月28日のオリックス戦、楽天モバイルパーク宮城と遅れに遅れ、先発したものの5回で6安打、1本塁打を許し、4失点という結果に終わった。その後、すぐに一軍登録を抹消され、これをもって24年シーズンを終了することとなった。続く大幅な減俸。 田中が最も高額な年俸を手にしたのはヤンキース時代の23億9200万円であったが、楽天復帰後は減俸が相次ぎ、今季はついに2億6000万円にまで落ち込んだ。ピークからの減額総額は21億円以上に上り、今オフの契約更新で球団側がどのような提示を行うのかが注目されている。右肘手術の影響もあって今季は一軍での勝利がないことから、現状維持の契約は期待できず、 一体どこまで減額されるるのかが焦点となっている球団関係者によると田中の契約問題には三木谷博文オーナー59が直接関与しておりオーナーの田中に対する将来構想やチームのビジョンが契約内容に影響を与えるという見方がある例えば年俸を1億円とし高知県人という役割を持たせるプランも浮上している2013年に開幕から無敗で24勝を挙げ 球団を創立9年目でリーグ優勝。日本一へと導いた田中の功績を称え、将来の監督候補としての道筋を整える狙いがあるというのだ。今オフの監督交代劇も、将来の田中監督就任を視野に入れた、三木谷構想と見る球界関係者も少なくない。日米通算200勝まであと3勝。もう一つ注目される動きは、減額制限を超える大幅な減法を提示し、 田中が自由契約を選択する可能性を含む球団側のプランだ。これにより、一見すると球団からの礼遇と移るが、田中の移籍先の受け皿を用意する構想も報じられている。その移籍候補として噂されるのが、菅野智之投手35のメジャー挑戦で先発陣が手薄になる可能性のある巨人だ。今期15勝3倍を上げた菅野が抜けることで 田中が巨人の先発ローテーションの一角を担うチャンスが浮上している。豊富な資金力を持つ巨人ならば、年俸面でも田中にとって満足のいく条件を用意できるだろう。プロ野球生活の集大成として巨人でプレーし、日米通算200勝を達成してから指導者として楽天に戻る。そんなシナリオが早くも球界内で話題になっている。いずれにせよ、日米で一時代を築いた大投手が今、 野球人生の大きな分岐点に立っているのは間違いない。最優秀選手、2013年、沢村賞と最多賞、最優秀防御率をそれぞれ2度受賞した右腕が、どのような決断を下し、次なるステージへ進むのか、契約公開交渉から目が離せない状況だ。ファンの反応、楽天への貢献者であるのは疑いないが、マー君は監督職には向いていないような気がする。 彼の性格や好みからすると、引退後はタレント活動が似合っていると思うし、ご本人も楽しめそう。監督には島本弘さんが適任だと感じるが、三木谷オーナーや石井 GM の体制では難しいだろうね。ここまで来たなら、楽天で通算200勝を成し遂げてから引退してほしい。遺跡はないんじゃないかな。今の成績を見れば、楽天以外だったら戦力外通告されていてもおかしくないだろう。 田中は技巧派ではない分、ストレートの球威が落ちている現状では厳しいかもしれないが、それでもあと3勝だけでも頑張ってほしい。ヤンキースが田中との再契約を見送ったのも、今の状況を見越しての判断だったのかもしれない。彼の現状を的確に見抜いていたと考えれば、実に冷静な決断だ。とはいえ、来シーズンも大幅減俸にはなるが、億単位の年俸は維持されるだろう。 新監督のもとで再挑戦の機会も得るだろうが、来年がマー君のラストチャンスになりそうだ。そこで参照できるかどうか、勝っても負けても、シーズン終了とともに引退だろう。田中をトレードや移籍させる選択肢は考えられない。楽天でそのキャリアを終えるはずだ。ピーク時の凄まじいパフォーマンスや、球団への貢献を思えば、それは当然だ。88年組の象徴たちが引退。もうこの世代は少なくなった。 ファンが涙する理由とは、2014年に盗ように輝いた巨人の梶谷高行外野手、そして2020年に西武王の座を獲得した西武の増田たち至る投手が、今シーズン限りで引退を発表した。かつての輝かしい活躍が記憶に残る二人が去ることに、ファンからは驚きと寂しさが交錯している。巨人の梶谷は23日、引退を表明。高校生ドラフト3巡目で DNA に入団し、 通算1064試合に出場し、980安打。2014年には盗塁王に輝くなど、その総力でファンを魅了してきたが、36歳となった今季はわずか6試合の出場にとどまり、苦渋の決断に至った。そんな彼もまた、ハンカチ世代と称される1988年生まれの一人であり、彼の引退はその世代の終わりが近いことを感じさせる。さらに、 今季限りで引退を表明したのは西部の増田たち至る投手だ。NTT 西日本から2012年ドラフト以比で西部に入団し、プロ通算で194セーブ、109ホールドをマーク。中継ぎとして2015年には最優秀中継ぎ賞、2020年には最多セーブといった輝かしいタイトルも手にしたが、今季は13試合登板で防御率4.09と苦戦が続き、引退を決意した。 一方、楽天の田中将大投手は日米通算200勝まであと3勝に迫るものの、今季はわずか1試合の登板にとどまり、5回を6安打4失点と振るわなかった。この苦境に SNS でも、かつての栄光が今では影を潜めたといった声が聞かれ、世代の衰退を惜しむ声が上がっている。また、2014年の新人王であり、 2016年には最優秀防御率のタイトルを手にしたロッテの石川ポ投手も、右肩手術の影響で育成選手契約からのスタートとなったが、シーズン途中で支配下登録に復帰し、5試合登板で3勝1敗、防御率3.70と存在感を見せた。ロッテの同僚、沢村拓一投手も39登板で安定した投球を見せており、防御率3.34の成績を残した。 ソフトバンクの柳田勇気外野手は今季も故障に悩まされ、52試合の出場で打率286、4本塁打と例年に比べて物足りない成績に終わったが、ポストシーズンでの巻き返しに期待がかかる。規定打席に到達したのはわずか2人で、広島の秋山翔吾外野手は打率289、158安打と存在感を示した。DNA の宮崎敏郎内野手も打率、 2 8 3を記録し、健在ぶりをアピールしている。一方、巨人の坂本勇人内野手は不振で打率。2 3 8また、広島の相澤翼星手は57試合で打率。1 8 7に止まり、厳しいシーズンを過ごした。中日の大野雄大投手やヤクルトの石山康七投手も苦しい戦いが続いた。さらにメジャーでの活躍が期待された前田健太投手も29試合で3勝7敗。 防御率6.09と苦戦を強いられた。今なお野球界で奮闘する88年生まれの選手たちだが、黄金期を知るファンからは、どんどん少なくなって寂しい。この世代でまだ活躍を見たいとの声が SNS に溢れている。次のシーズンに彼らがどのような姿を見せるのか、今から期待が寄せられている。